アニメルート突入。なんですって、なんですって。おじさんの鹿仲間さんが怪しい人物を見かけたですって。ですってのくせよ。さすがっす、さすがの鹿情報網っす。おやさんは鹿の中の鹿であるだけでなく、男の中の男っす。いや、むしろ男っす。メスだったよね。僕も早くおやさんって渋くて惜しいおやさんみたいに一人前の男になって。確かそうだよね。怒っとる。あれ、どうしたんすか。おやさん、置いてかないでくださいよ。大したな。かわいい関係やな。ういういしいのお前ら。開始。見た目も動きもズバ抜けて怪しい人物がいる。ほう、それが鹿仲間さんの証言でしたよね。地味に初やない、動画ですんの、うん、確か。そうっすか。いや、どうかな、もう忘れたわ。おお、よく来てくれたね。あ、でもやったかな。ここが我が輩の超素敵紳士王国。さあ、心ゆくまで楽しんでくれたまえよ。この最上の影武者は地味に強いんですよね。結構積極的に攻撃してくるんですよ。はい、これ出発。なんという怪しい動き。そして手の込んだ逃亡方法。あの逃げ慣れている感じはただものではないっす。そう、我が輩はただの紳士ではないよ。お前ら可愛いな。で賢い、強くて優しい、素敵紳士だよ。紳士？何でしょう、おやさん。まったく、紳士というものはだね、この我が輩のように礼儀に厚く気品にあふれ身だしなみの整った男のことだよ。はい、いるじゃん。ちょっとそこの君、出羽の神と奥州丹大素敵紳士たる我が輩にぴったりなのは一体どちらだね。顔うるせえな。あなたのようにという部分がよくわかりませんが、つまりおやさんのような男の中の男ってことっすね。なんだって、そのしかも紳士なのかね。おお、確かにどことなく紳士らしさを感じるね。飛行の自慢の紳士児か。いい線は言ってるようだが、決定的なものが足りないね。ああ、逃がしたか。まあいいや。まさか。もう結構必死だったな、もう。男ぶりに足りないものなんて。それは。ひげ。ひげ。素敵なひげがないだろ。あれ。増兵どもが逃げ惑わないんだけど。残念な点なのだよ。おやっさん、好き放題言われたままでは。おやっさん。待って、気持ち悪い。次なる自慢場所を求めての船出である。どこら辺が自慢なのか俺には全然わからん。まあ、影武者ちょっとガタいよな、デブいよ。身だしなみこそ紳士。衣装部屋に行くよ。もう見つかったのかい。我が輩の他とは違う素敵さに気づくとはね。どうかね、この衣装。飛行には着こなせないだろうがね。終わったよ、お疲れ様でした。おやさん、早っ。あ、そう、早く倒すとさ、なんかフェイクみたいなのがあるんだよね。その鹿紳士を自慢しに来たようだが、結果は我が輩の見事な逆転勝利だね。いろいろ間違ってるか。まあ置いといて。あ、やべ、どうしても長押しをしちゃう。うちのおやさんはこんなもんじゃないぞ。まだまだ、この超素敵紳士王国の1割も自慢していないよ。いただきです。お、
お金兵。我が輩のヒゲ先からも水が噴き出したら素敵だろうね。これ気持ちいいよな。あ、やめて。これだけ探しても見つからない。一体どこにいるんですか、ハル様。あそこにいますね、モガミさんは。隠れる紳士の気品が、隠れることも許さない、許さない。水も滴るいいヒゲは艶やかだの。あ、ちょっと逃がしたか。まあいっか。より素敵な紳士、全部陣壊したいんで、とりあえず。あ、ちなみにちょっとね、難易度究極に変更しました。よろしくお願いします。いて、玄米茶と超上質茶菓子の素敵な出会い。我が輩の超精絶回転水車が。最上さんのモーション結構ね早いんですよね。すべて自慢し終えてしまったようだね。残念かい。じゃあこの増強どもがね、その最上のモーションをね習得してるんですよ。お、待て、追加。どうだね、これが我が輩自慢の超華麗大量素敵ヒゲ紳士王国だよ。いや、いらんよ。出世のコツは長いものだよ、もっと巻かれるんだよ。めっちゃ増えたんじゃないの。たくさんのヒゲ紳士との思い出胸に刻んで帰っておくれよ。倒れる前に証言をお願いします。上質を知り、それをひけらかす紳士、それが我が輩。OK です。お願いします。これで終わりでしょう。背着、背着、背着。おや、おや、我こそはキリンジ、鹿之助、鹿之助。やかで、あれで、あ、待ってください、おやさん。戦場行きましょうか。結局あの怪しい人とはお互いに男自慢対決をしただけでしたね、おやさん。これでまた振り出しっすね。こうなったらしらみつぶしっすね、おやさん。何も言わない。あれ、一人でどこに行くっすか。待ってください、おやさん、おやさん。お前いつも置いていかれてんな。大使様、シリン敷かれてんじゃん。これいいよね。何、覗くの、覗きに行くの。おやさん、やっと見つけ出す。どこへ行ってたんすか、探したっすよ。待って、思ったんだけどさ、思ったことがある。前回の動画でお尋ね物を探しつけて、お尋ね物倒したっけってのを忘れたな。あ、そう、長祖壁の戦場行ったんですよね。で、その時に、あれ、お尋ね物倒したっけって思ったんですけど、多分倒してないですね。なんか、めっちゃ食らってんだけど。いつの間に。そう、究極だから、ちょっと舐めたら死ぬな。やめよう。女湯めっちゃあんな、ここ。あら、ちょうどいいところに来たわね、椅子になって。はっ、御意に。なんかワープした。椅子になってって、あまり無茶をするんじゃ、あ、危ない。ん、ほら、行ってるそばから。貴様、乙女の玉肌を傷者に。棒立ちしてんじゃねえよお前ら。戦えよお前ら。棒立ちしてたんだけど、草。
オッケーオッケーオッケー、これで全員倒したかな。よし、行こう。おし、さあ、鶴姫。鶴姫さん、どうしてこんなところに。シカ君、あなた大変な失敗をしでかしちゃいましたね。私プンスカ怒っちゃってますよ。乙女の敵には神罰敵面です。乙女の敵、僕が、なぜです。なぜです。刺さってます、刺さってます。シカ君はこの矢よりも鋭い言葉で身近な乙女の心をザクザク刺しにしたんですよ。いや、僕の身近に乙女なんか言ったー。おい、失礼だぞ。ほら、ほら寝てるけど、おやすさんが、ほら。少しは反省しましたか。反省する暇もなければ理由もわからないんす。なるほどね、いいじゃん。鶴姫さん、どうしてあんなに怒って、それに親さんまで。いいよね、こういう戦場ね。まあもう3回目ぐらいですけど。頼りないところを見せたらこうだ。分かったな、男衆。許して。鹿之助よ、春久様の言葉遣いまで真似るでないぞ。その態度にその目、おい、女ごときと侮っているな。よいしょー。そんなに押しかけられてもわらわの体は一つだけ。次、孫一年さんですね。我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。ちょっと掛け合い聞きたいな。共に戦い、共に窮地を乗り越えてきた女に恥をかかせる。それがお前の生き様か。僕また叱られてますか。教えてください。なぜ僕は皆さんから袋叩きに。僕は女の子を泣かしたりしてませんよ。これは救いようがないな。どうやら己の犯した過ちに気づいてすらいないと思う。お願いします。いいだろう。その罪に気づくまで存分にこの銃弾をくれてやる。いや、ちょっと、離せば分かるの。痛いで済むんだな、すごいな。本当に僕、何のことかさっぱり分からないんです。孫一の銃は実はエアガンとか。という事実、それそのものがお前の罪。待って、長槍兵が痛い。お願いです、説明を。誰か説明を。ったく乱暴だな。うちの女衆じゃあるめし。やばい、いいね。もう鹿の付けはザ・ギャグポジやね。もうシリアスな展開になりそうになる。いや、戦国武装5のね、鹿之助ね、かっこいいんですよ、結構。どうかお仕置きだけは。双剣使いなんですけど。覚悟しておけ。まあ、戦国武装5はやりたいな。乙女の誇りが受けた心の傷。裏ではやってたりはしたんですけど、実際動画ではやってないんでね。結構鼻だらけですか。まあ、いつかやります。まだ進まないんすか。ここは一つ冷静だと沈着に状況を、まあ、いつかやります。推理してみよう。ギガバサラだ、全然やってないな。ちょっと後で使うか。僕の冴えた推理と武士の勘が正しければ、ひょっとしてお兄さんたちも。我らイーブス。はい、大広間へようこそ。なでしこ隊、乙女の敵山中鹿之助。なんだこいつ。よいしょ。ですよね。お姉さん方はみんなで僕、うん、いいな、ナオトラ。さあ次、ナオトラですね。出たー、よくわからないけどごめんなさい。な、人を化け物みたいに。それにお前、とにかく謝れば済むと思っているな。いや、本当に心当たりがないんです。
でも、ナオトラさんならズバッと教えてくれますよね。いいだろう、回りくどい説教は私も使う。しかし、ちょっと待って、聞きたい、本当に会話聞きたい。なぜならば、乙女が乙女として扱われない、その辛さをお前がちっとも分かっていないからだ。まあ、女の子として見てないんでしょうね、はい、乙女扱いされないナオトラさんの辛さは僕にはちょっと分かりませんです。あ、そうです、はい、なんでそうなる、おかしいだろ。私のことじゃない。面白いなお前ら。ナオトラさんの見事な、おもろいわ。その男らしさは僕も憧れますが、うん、苦労も多いんですね。だから私じゃない、違うと言ってるだろう。逆に慰められてんだけど。僕はおしとやかな女性の方が好みですが、もしそれでナオトラさんを傷つけたなら、やめろやめろやめろお前。こいつ わざと言ってないか。私を恥ずかしめて楽しむ趣味嗜好の持ち主か。はい、これで終わったかな。全然フォローになってないからね、鹿の好き言ってることは。俺たちじゃどうにもならねえんじゃねえかな。よし、鹿の好きの名その身に刻め。あ、いや、行ってみただけです。行ってみただけです。話が通じない。噛み合ってないです。結集した乙女の力を侮るなよ。あ、奥行けるんだ。え、奥あんの。すごく怖かった。え、これ条件何。あ、陣壊したらってことかな。これで解決だ。やった。いやいや違う、確か大元は俺やった。この山もう一波乱あるぞ、うん、鹿之助。やった。鶴と孫一はとりあえずお叱り受けただけだけどさ、何も言ってくれないですね。直太郎は逆に鹿之助にもてあそばれたね。なるほどね、そういう会話なんだ。面白いな。なでしこ隊もう一人いるね。まだまだ、そんな打ち込みぬるいぞ。お願いします。いきます。まあ、京極マリアさんはギガバサラ技でフィニッシュしようかな。え、知らんかったな。やばいやばいやばい、なんか祈祷みたいなのやってるんだけど。気持ちいい。足湯ですが何か。最高ね。ちゃん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 。え、おおおお。はあ、マリアさん。僕ここに来て初めて優しい言葉をもらったっす。でもあなたはある意味すっごく幸せよ。叱ってもらえるうちが花なんだから。確かにこれだけのお姉様方に責められるなんて、はい、その道の人によってはたまらない状況かもしれません。あれ、鹿之助はそうは思ってないかもしれない。え、僕何か間違っちゃいました。やばいなお前。面倒だからわらわは何も言わないわ。みんなに言われたことでも思い返してみることね。身近な乙女を傷つけて恥をかかせて気づいてあげられず、おまけに乙女扱いもせず。くそ。あらあら、ひどい男ね。わらわだったらもうとっくに。まあ言わないでおくわ。お願いします。はい、やべ、普通に倒しちゃったな。まあいっか、普通に夢中で倒しちゃった。ただのハーレムアニメじゃないかお前。なんか美少女4人に怒られるみたいな。シカ君、あなたの洞察力はその程度ですか。え、これではお前が苦労させられるのも無理はないな。え、まったく鈍いにも程がある。これだから男は。なんすか皆さん、一体何を。
いや全員分アニメルート作ってほしいな。盛り上がってるわね。さあ主役の登場よ。うん、頑張ってください。おやさん、僕本当にわからないっす。おやさんがどうして怒っているのか。まさかおやさんって、おっかさん。なんか鹿之助編のアニメルートでした。でも最後はもうなんだろうな、ただ単純に女性陣に叱られて、はい、終わったみたいな感じですね。まあ何かしらなんか女性陣4人に叱られるこのハーレム主人公みたいな感じでしたが、次回はね、漱石極みルートですね、最後鹿之助編やっていきたいと思います。はい、いや面白かったな。アニメルート全部やってほしいのよ。なんでだよ、やってくれよって思うんだけど ね、 ね、ボリュームさらにアップしますけどね。峡谷マリアとか特にないんだよね、アニメルートとかで、ね、これ足利とか。いやアニメルートはどうなんだろうな、ほぼほぼなんだ主役主要キャラみたいな感じなの。うん、全員作ってほしかったんですけど、まあいろいろ大人の需要が相まってですね、難しかったということで捉えておきましょう。では次回、山中鹿之助編、漱石闇ルートでお会いしましょう。